はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はクラロワの動画撮っていこうと思います。ということでね、前回、トロフィーね300超えまして、ちょっとね場所が、ボーンピットってとこにたど、り着きましたよということでね、続きからやっていこうと思います。まあとりあえずね宝箱を開けていきましょう。まあただこの宝箱たちは、アリーナ1で手に入れた宝箱なので、まあ新しいキャラは入ってないかなという感じですね。はい、じゃあまあこの空きスペースにね新しい、アリーナ2のお宝箱をね、集めていきたいかなと思います。ということで、ね、早速やっていきましょう。一応ねチームはこんな感じで、今のところ、まあ選択肢もね入れ替えの候補はそんなないので、このまま行きましょうかっていう感じですね。さあ、ただ相手はね、あの新しいキャラを使ってくる可能性があるからちょっと気をつけましょうという感じかな。さあちょっとね前回から、使ってるねこの後ろの方から出していく戦法をねやっていこう。あ、分かれちゃった。まあいっか、何もしてこないぞこれ。じゃあさらに、お、出てきた。あ、そっちだったか。どうだどうだ。あ、でも攻撃が通ってる。オッケー、もう一発。いやー、いかないかまあ十分十分いい感じ。さあ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 、お、相手も、檻を置いてきたね。さあここは、お、一発入った。またね後ろからやっていくか。まあちょっと溜めますか、それともあっちからねゴブリン出てきちゃうからね、これをちょっとじゃあ一旦迎え撃とう。その上で、あ、これはちょっと前の方に出して防衛をしていこう。ちょっと檻が回ってくるの遅かったか、微妙なタイミングで出しちゃった気がする。これは丸ごと持っていけたらありがたいが、あ、オッケーオッケー。あー、でも当たったけど耐えるか。じゃあこのゴーリンの後ろからアーチャーをねつけて攻撃していきましょう。ただちょっと微妙だったな今のは。さて、よし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 、まあ一旦こっちで受けましょう。あー、ゴブリンには当たらずか。まあ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 、でも、あ、やばい、ちょっと待って、落ちる。あー、待った待った、じゃあ急いで落とさないと。10秒、落ちよう。よし、とりあえず落とした。まあただ800しかない、なんとか守んないと。守れるか一旦守ってそれからだな。さあここはねどうしようかな。まあ一度しっかり、守りながら立て直していこう。ちょっとこのジャイアン、よし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 、さあただここからね、もうちょっと削らないとまずいもんね。そこの小屋無意味だったか。
だどうだ、ちょっとちょっとまずい、あーっと、これはどうだどうだどうだ、おっと、ちょっと待った見てる場合じゃなかった、あーちょっと待って外れてる、待った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 、うわーこれどうなってる、あ勝ってるのか、あよし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 、こえあぶねー、あーなんかいい宝箱来たんじゃないこれ、オッケーオッケーオッケー、初勝利だねアリーナに、まあ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 、次行きましょう、なんとかギリギリの勝利でしたが勝てましたね。さあ次、じゃあ今回も、似たような感じでとりあえず後ろから出していきましょうか。さあおっとそれはどうしようかな、まあ上から殴ろう、お、なんだ今のは不発か、さあこれはどうだどうだ、なんか出してくるか、来ない、よし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 、これはいけそうだね、いけそうだが、まあ油断せずに行きましょう、とりあえず小屋を出す、さあこの状態で一旦貯めましょうか、エネルギーを、で貯めた上で一旦出す、でこいつは上から攻撃したい、でこっちに出して、よし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 、なんかうまくいってる、なんかうまくいってる気がする、さあこの状態で後ろに遠距離攻撃の人たちを出していきましょう、遠距離攻撃の人たちをどんどん出していって、うーんそうなるか、お、でもそこは届いてね、さあねちょっと待って、一旦小屋出すか、さあまあ守ってればこれは勝てそうだが、頑張って倒すつもりなら攻めていこうか、まあでもここは一旦受けよう、よし、はい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 、ちょっと待って、いや間違えた、微妙だったな、今のは微妙だった、いまいち威力がよく分かってないな、あっおー怖え、あぶねえ、あぶねえ、ちょっと今気を抜いたら危なかったね、572、やっぱあのミニペッカってやつの火力は侮れないな、お、350を超えた報酬かな、これはどっちに しようかな、とりあえず爆弾持ってる方にしますか、ボンバー、オッケー、これはね初ゲットだね、これどうしよう、入れ替えるか、コストは、2だね、レベルも上げれるけどどうしようかな、どこに入れ替えるんだろう、どこに入れ替えるのがいいんだ、全体攻撃っぽいから呪文の代わりに入れるとか、
いや、どうなんだろう。とりあえず、このまま行こう。まあ、次、勝てばね、一旦宝箱埋まるので、もしかしたらこれをラストにしましょう。負けたらもう一回やるかも。ということで、行きましょう。さあ、まずは、とりあえず小屋を出しといて、そうね、これじゃあ一旦ここに、あーっと出した位置悪かったね。まあ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 、これは、上から殴っておいて、あーっとちょっと撃ち落とされてしまう。まあただ一発入ったか。よし、オッケー。サイド小屋出しでいいかな？小屋というか、檻か。サイド檻を出す形でいいかな？ちょっと後ろめに出さないと、塔の攻撃が入んない位置で。あ、オッケーオッケー。これあれか、合わせていくか。合わせていくかと思ったけど、これがどうなんだ、微妙か。あ、遅い。いやー、ちょっとひどい。あ、まずい。これはちょっとペッカの攻撃がぐさぐさ。いや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 、これちょっとまずいな。これちょっと大失敗。もう340しかない。これはさすがに、いやでもだからこそ冷静に、冷静に後ろから行こう。さあ、ちょっとなんとかなれ。厳しいか。あー、ちょっと良くないな。焦ってる、焦って。あー、ダメだ。やられた。くう。ちょっともう一回いきますか。さあ、お、次は、え、なんか強くない？ 6 って書いてあるんだけど。めちゃめちゃ強い人じゃない？これ。めちゃめちゃ強い人な気がするんだけど、でけえ一撃が。ああ、またちょっと当たったけど、うーん、厳しい。これは一旦こいつで引きつけて、ただうわー、危ない。なんとかなったか。さて、これでもちょっと戦力差がありすぎるよな。
ちょっととりあえずこれで、当たる。ちょっとどうだこれ、なんとかなんとかならないか。ちょっとどうだ、厳しいか厳しいか、厳しい気もするな。ただなんとか持っていけないか。いやーちょっとこれはどうよ。いける、いけるんじゃないこれ。おっしょ、オッケー、勝てましたね。はい、ということで、まあ今回はねこの辺にしとこうかなと思います。380まで来たね。次は600までいけば、新しいキャラがね、新しいカードが解放されると、いうことみたいですね。そこまでも一応50刻みで何かもらえるようなので、まあ回収しながらね、600目指して、引き続きやっていこうかなと思います。まあ今回新しく手に入れたこのボンバーをね、どこかに組み込むとしたらどれ外すんだってなると、ちょっと今のところ、難しいなと。呪文が2つあるののどっちかを入れ替えるのかな、どうなんだろう。この人壁で、ジャイアント必要でしょ。で、地上でね火力が出るのがこのペッカなのかなというのと、あとまあ空飛んでるやつでガーゴイル入れときたいし、まあ空飛んでるやつへの攻撃手段としてこの遠距離攻撃の2人は欲しいかなというふうに、考えていて、ゴブリンの檻もねこの建物でガードするっていうことができるので、どこ外すか難しくないこれ、よくわかんないなっていう感じですね。まあ今のところねまだ相手にしてもね選択肢、少ないと思うので、まあしばらくはこの構えで行っていいんじゃないかなとか思ってます。ということでね、まあ今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー、ほい。